農美地震は、1891年10月28日に、農美地方で発生した、巨大地震であり、M8.0 の日本史上最大の内陸近くない、地震である。美の、終わり地震とも呼ばれている。カノトウの年に発生したことから、カノトウ震災と呼んでいる、報告書もある。岐阜市街王地震の図、宇多川国都市が農美地震の被害家屋の、 被害状況家屋の被害状況の帯地震は1891年10月28日6時38分50秒に発生した。震源は岐阜県本須郡西根尾村にあると考えられている。川角広氏は北緯35.6度、東経136.6度に震音を仮定し、規模マークイコール7.0を与え、マグニチュードは m イコール8.4に換算されているが、明治、大正期の地震については0.5程度大きく見積もられているとされる。また、震撲距離と震度との関係など、当時のデータから後に m8.0 とも推定される。アメリカ地質調査所でも8.0としている。ネオダニ断層帯が活動した典型的な内陸近くない地震であり、これは、 記録が残っている日本の内陸域で発生した地震としては観測史上最大である。世界的に見ても2008年の四川大地震などにほぼ匹敵する最大級の内陸直下型地震であった。同じく直下型地震であった1995年の兵庫県南部地震は M7.3 であり、それと比較しても格段に大きな規模であった。 M8 クラスのプレート境界地震であれば、日本周辺で発生することも多い。しかし、日本周辺で発生する直下型地震の多くは、M7 クラスであり、M8 クラスの直下型地震が、日本周辺で発生するのは、非常に稀である。能尾地震の規模を、日本周辺で発生した主なプレート境界地震と比較すると、1923年の、 関東大地震や1944年の東南海地震、1946年の南海地震などにほぼ匹敵する。3日前の10月25日21時14分には、伊比川下流域を震源とする前震と思われる地震が発生している。記録のある過去の歴史地震では、745年6月5日に美濃を中心として発生した天平地震が、 能尾地震と類似した地震とする見方もある。また1586年1月18日に発生した天正地震もこの地域を襲っており、より広大な範囲に被害をもたらしているが、震源域は不明な点が多い。能尾地震を引き起こしたネオダニ断層写真中央を斜めに走る段差がネオダニ断層両城山地から、 能美平野北方にかけて位置する能美断層帯のうち、ネオ谷断層帯梅原断層帯ぬくみ断層北西部が活動をした。活動域は、福井県境付近から岐阜県を経て、愛知県境にまで及び、北北西、南南東方向に総延長約7 6トルの断層が出現した。地表の変異は両端ほど垂直成分が多く、 中央部では水平成分が多くなり、ネオダニ断層に沿って水平変異は最大で7.6メートルを記録している。ネオ村水町地区でのネオダニ断層は上下差6メートル横ずれ量4メートルにも及び、写真技師、セコヤスタロー撮影の写真は、この地震の象徴として広く利用されている。なお、この断層の写真撮影者には、セコヤスタロウ、コ文次郎、 小川一馬など、複数の名前が挙げられている。この地震活動により、福井県境付近から岐阜県を経て、愛知県境の断層に加え、地表には、現れていないものの分岐する岐阜一の宮断層など、合計5個の断層が動いたと仮定する、震源モデルが提唱されており、合計の地震モーメントは、m ムレイイコール 1.5020nm と推定されている。 北北西方向への延長線上には、1948年の福井地震を引き起こした福井地震断層が存在する。ほか、南南東方向への延長線上は1945年、三河地震の不幸津断層方向と同一である。農美地震の被害農美地震の被害家屋の被害状況地割れの様子農美地震で被害を受けた橋。 厚田町を終わり防石場機械所破壊の頭脳尾二県は、元より近隣の滋賀県や福井県にも被害は及んだ。明治時代では最大規模の地震であり、宇佐美達を、新編日本被害地震層らによると、死者は7273名、負傷者17175名、全壊家屋は142177戸を数えた。近くでは、 揺れにより山の木がすべて崩れ落ち、激山になったなどと伝えられる。また、岐阜市と周辺では火災が発生し被害を大きくした。岐阜の壊滅を伝える新聞記者の第一報は、岐阜なくなるだったという。農美地震の震度分布は大森府瀬基地により求められ、名古屋など愛知県から岐阜県、福井県を貫く広い範囲で震度6相当となっている。 だが、当時の震度階級は4段階で最大でも、震度6相当であり、ネオ谷をはじめ、岐阜県西部から愛知県にかけて、家屋倒壊率が90%を上回る地域も、あり、震度7と推定される地域も、美濃から終わりにかけて分布している。建築物では、伝統的な土蔵の被害は、比較的、軽かったが、名古屋城の城壁や、 宿場町の江戸時代からの建物の被害は言うまでもなく、欧米の技術で作られた近代建築でさえ、ながら川鉄橋の落下をはじめ、耐震構造になっていなかった橋梁や、レンガの建築物などが破壊されたため、この地震によって耐震構造への関心が強まり、研究が進展する契機となった。また、この地震後に、震災予防調査会が設置された。 イギリス人親とい外国人で写真家でもあるウィリアム・ケイバートンが自らのカメラで被害状況を記録している。なお、震災の9年後に発表された鉄道昇華第一週東海道編でも岐阜の紹介ではうかいと並んで能尾自身が歌われている。また、昇華1月1日を以下のようにもじった替え歌が震災直後の児童の間で流行した。 能美地震の震度分布地震の観測は、中央気象台、速攻所のほか、東大や軍役所などの委託観測所でも行われ、中央気象台に報告されていた。当時の震度階級は、列、強、弱、微の4段階であったが、特に強い場合は、激烈、基準より弱めの場合は、やや、列などの表現が用いられていた。数日前から、 動物の異常行動や、本震の数時間前から、明動音、地鳴り、地震具もあったことが報告されている。また、宇佐美の報告によれば、前々日や前日に、全震活動があったことが報告されている。岐阜県愛知県大地震実況小国性が避難所の、様子伝信線が寸断されたこともあって、脳尾地震の全容はすぐには把握されなかった。28日。 大阪朝日新聞は号外を出し、彦根、四日市伊への電信が普通であること、南波防石工場が倒壊したことを報じる。東京ではさらに把握が遅れ、東京日々新聞では10月29日に金沢や横浜で大地震があったことを報道。翌30日になってようやく安静の地震の再来という認識で地震が報道され、 以後情報が正確になっていった。また、脳美自身の情報は海外にも多伝され、ロンドンの29日付のタイムズ紙でも報道された。同誌は30日には、横浜からのロイター伝として、大阪、神戸の被害が大きいという推測記事を掲載。日本を旅行中に、大阪で脳美自身に遭遇したメアリージェーン・ビーカーステスに、この報道を見た。 ルス家族が31日に日本へ安否確認の電報を打ち、彼女は11月1日に神戸でこの電報を受け取った。ビカーステスはその後12月28日、英国帰国直前、フランスのカレー駅で待ち受けていた記者から地震体験の取材を受けている。ありがとうございます。